阪神タイガースさん、NPB 史上初の星ホームラン0本達成へ。今シーズン打席に立った星登録の選手。梅野2割8厘0本11打点オプス5割3分2厘。坂本2割7厘0本10打点オプス4割8分1厘。長坂0割0本0打点オプス0。逆にすごいわ。だから優勝を逃した。ちなみに2011年も2012年でも複数人いる。ほんま珍しい。どでかいアーチがそろそろ出るやろ。打席内容変わらんのほんまこさ。捕手は打てなくていいけど、ここまで打てないのは想定外だろ。捕手論争が起きるくらいレベルが高くて羨ましいわ。守備の梅野、守備の坂本。ワイも子供の頃キャッチャーも打ちまくってたけど、あれ以上やったんやな。アーチスと梅野何してんだ。5本打てなきゃ応援抱えるらしいな。梅野はパンチ力はあるという評価だったはずやが、梅野はいつでも打つ準備はできてる。梅野とか住谷みたいな打てる捕手扱いだったのが、キャリア積むごとに打てなくなるのほんま不思議やな。梅野って打てる捕手と思ってたのにな。梅野打てる捕手やなかったか。最初梅野ってこれぐらいの打率で7本とか打ってたよな。そんなことあんのかよくさ。しょうもない議論にもならへんわ。そもそも飛ばへんボールやし、その分リードが上手いから誰も文句つけへんやろ。捕手は打たんでええねん。普通に史上初ちゃうんかこれ。阪神の捕手のレベルが突然急に落ちたということか。なんで若手使わないの？今さらやけど大砲捕手って何で消えたんや？まともな球団なら両方クビやん。捕手フルイニングで2人合わせて20打点ぐらいしか取ってなくてくさ。こんなことしてると捕手は打てなくても使ってもらえるんやな。って思って打てる捕手が出てこなくなる。捕手ってやっぱり打撃が最重要なのでは？坂本誠志郎の打撃は元からこんなもんやからな。2軍でもオプス7割ぐらいしか打てんし。なんでこいつらが1軍なのか。守備貢献の高いポジションとはいえあまりにもひどい。さすがやらかし球団。なんかあると思ってたけど、こんなネタぶち込んでくるとは。